どうせ大したものにはなれないんだ。俺がここで死ぬことは気にするな。柱ならば後輩の盾となるのは当然だ。200人の乗客は一人として死ななかったか。杏寿郎は頑張ったんだね。すごい子だ。これは円柱、煉獄杏寿郎。